エイリアンみたいなやつ来たな。コンビニエイリアンって来るんだ。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回はこちらの今日も負けるな店員さん、こちらのゲームやっていきたいと思います。日々いろんなお客様とお話ししたりして、結構店員さん大変だと思います、こんな酷暑の中特に。というわけで早速始めていきたいと思います。ちょっとどんなゲームなんだろうね。スタートです。当店のおすすめ、コンビニかな。いいねいいね。私ここで働き始めて数ヶ月、結構じゃあ仕事も覚えてきたのかな。人と話すのは好きだからこの仕事も好きなんだけど、たまーに個性的なお客さんが来ちゃうんだよな。あ、やっぱそうなんだ、来るんだね。なんか俺あんまり、そう、なんかこういうレジ関係のなんか仕事ってしたことないからさ、わかんないんだよね。今日は平和だといいな。そうやな、平和平和ちょっと平和平和っちゃ平和だけど、なんかギリギリほど遠い人来たな。いらっしゃいませ。す、なんだ。あ、ビール買いに来たね。お酒ですね。ビ、年齢確認ボタンお願いします。あー、まあまあまあ、よく押すやつやね。あ、もしかしてこの人年齢確認ボタン押さないタイプだ。ん、俺がよ、未成年に見えるかっつんだよ。やばい、ヤクザみたいなやつだ。アロハシャツ着てるくせには急にヤクザみたいな風貌になるから怖いよ。わあ、こういうタイプのお客様か。たまにいるんだよな。やっぱいるんだね。なんか俺さ、友人のなんか噂話程度にしか、なんかこういう人、なんか俺この人、こういう人なんか俺てっきり都市伝説の人かと思ってたからさ、いるんだよね実際ね。お手数をおかけして申し訳ありませんが、年齢確認ボタンを押していただくことになってるんです。恐れ入りますが、ボタンを押していただきますと。だから俺が未成年に見えるかっつーの。いやー、ちょっとうざいなこういう人な。本当にいるんだね。いいから早く会計しろよ。私抑えるよなんかその顔大丈夫か三択出てきた。巨大化してたまらせて、バナナの皮でも踏み上がれ、牛に追いかけ回せるとりあえず痛い目に合わせたいってことね。よし、じゃあ今回はちょっと地ならししときましょうか巨大化しましょう。お客様とて許せん、巨大化魔法、推しが推し塚にギガンティック魔法なんだ。でっけえ、お静かにギガンティック、怒りの巨神兵。私身長5メートルになってる。お客様、お静かに。さあ年齢確認ボタンを押してください。ははい押してもらったんだ。無理やりすぎる。というわけにはいかないよな。やっぱりやんなかったか、さすがに。できるわけねえか。おら、はい、しろよこれ。押してくれればそれで済むはずなんだけどな。なんで押さないんだろう、ああいう人って。はあ、ちょっと疲れてしまったな。あ、なんだ、なんかあからさまに怒ってるお客様が来たぞ。なんだ、何怒ってるんだ。いらっしゃいませ。ちょっと、何。はい、あそこのお店で買ったホットスナック食べたらなくなったんだけど。え食べたらなくなったんだけど、な、何を言ってる。え代わりのちょうだい、食べたんですよね。え、やばい、俺の理解が追いついてない。え、本当にこんなこと言ってくる人いんの。早くしてよ、私急いでるの。そりゃ食べたらなくなるでしょ。何当たり前のこと言ってんだこの人。お買い上げくださるということでよろしいでしょうか。はあ、そんなわけないでしょ。なんでなんでなんで、わかんないわかんない。弁償よ弁償。え、しかも別の店でしょ、あそこの店ってことは。ドロップキックかい一撃で仕留める。柔道黒帯の俺に勝てるもんか。こういう時はドロップキック行きたいね。ドロップキックで行きましょう。行け。お客様とて許せん、ヒイーブンヒムラランアップキックえ、どうなっちゃうんだイーブンヒムランアップキック、助走をつけて蹴るレベルあのめちゃくちゃ成人な人が助走つけて蹴りに来るレベルみたいなやつね。おら、ぎょへふん、そんな要求飲めるわけないだろ。普通はそうだよな、普通そうなんだけど、どうすんだこいつ。というわけにはいかないよな。早く NOW NOW 大変だな、コンビニ店員さんマジ大変そう。え、渡したの。
結構疲れちゃったな。ね、働き始めて数ヶ月でこんなに客さん来たらそれは疲れるよ。うわー、もうなんか見るからにのタイプ来た。またあからさまに怒ってるお客様が来たな。いらっしゃいませ。何怒ってんだ。おい、お前はなんだ、舐めてんのか。何を舐めてんすか。何も舐めてないっすよ。え、お前の面構えが気に入らん。俺が根性を叩き直してる。なんで、お客様でしょ、あなた。ただの何かお気に召さない点がございましたでしょうか。なんかあったか、なんか嫌なこと。お気に召さない点だと。大荒れだ。今んとこ完璧な接客態度だけどな。だいたい客商売は何だと思ってあげる。え、コンビニだよね、ここ。お客様が来たらもっと笑顔で、もっと大声でお出迎えだろうか。何、お前どういう旋回線で生きてんの。すごいな、サービス精神が足りねえんだよ。あー、なるほど。こうやって言ってくる人もいるのか。斧の先制攻撃だべ。頭尾がお留守だぜ。削除削除削除。選択肢がさっきから面白いんだよ。なんか削除削除削除したいな。削除いきましょう。このお客さん削除ってことかな。お客様とって許せん。秘密兵器インディスクライブサムシングライクビーム。え、どうなっちゃうんだお客様。あ、頭部消えた。不心得者消滅光線。ビビー、頭消えてる。うわー、ふ、正義は勝つ。そうです。なんか一瞬待って正義じゃなくて悪の方になってる気ですけどな。まあいつも通り想像なんだろうな。というわけにはいかないよな。おい、聞いてるのか。だいたい今時の若造だな。うわ、今時の若造って言う人ね。これは確かにいるよな。大変だな、コンビニ店員さん。はは、はは、いろいろ思わぬことが起きて楽しいな。うわ、壊れちゃったじゃん、私ちゃん。大丈夫？あ、お客様だ。おっと、強盗来たね。いらっしゃいませ。さっきの人の教訓を生かしてる。ここで、おい、でかい声を出すな。確実にもう強盗ってわかる姿だな。包丁持ってるし。怪我をしたくなかったらこのカバンに現金を詰めろ。お客様、恐れ入りますが、当店では現金の販売はしておりません。私はもういろんなお客さんに来すぎても気も座ってるじゃん。お前舐めてんのか。刺される前に早くしろ。いや、舐めてないっす。舐めてるんだと。とんでもない。あ、ひょっとしてお客様強盗でいらっしゃいますか。やば、私ちゃん大丈夫なんか。心壊れてない。今さらかよ。そうだよ、ほら、有り金を出しやがれ。ああ、怪我したくないし、指示に従っておいて後から警察呼ぶか。そうやな、それが一番安全だな。おらおら、はせや。ムカついてきた。なんでクソったれぬ強盗犯のおかげで私が怯えたり後悔したりしなくちゃならないんだ。確かにそれはまあそうやな。でも今はちょっとそれで表出さんとこへ。ほら、ノロノロしてるとブスリと言っちまうぞ。これ、ますますムカッパラが立ってきたぞ。なぜ強盗犯のために私がビクビク後悔してお願い神様助けてって感じで逃げ回らなくちゃならないんだ。そこまで思ってんのか。なるほど、怯えて逃げ回るな。強盗犯、貴様の方だ。どうすんだ。お前はもう謝っても許されねえぞ。メラメラ盛んに燃えている。キスチェンジ。どういうこと。誰だ、全然わかんない。メラメラ盛んに燃えているが気になりすぎる。これいきましょう。お客様とって許せんな。ヒギヌスッと撃退エクゾードフレーム。燃やすのか。どうなるんだ。遊戯三昧進化。ファイヤー。燃やしに来た。ブハウエスタンラリアットパイルドライバー。ヒギ関係ない。確かに全然違うもん出してる。ふったあえない。私の勝ちだ。勝っちゃった。強盗追っ払ったんかもうこれで。ふう、そろそろ今日のシフトも終わりだな。いらっしゃいま。エイリアンみたいなやつ来たな。コンビニエイリアンって来るんだ。せ、ああ、もう何喋ってるか分かんないやつだ。プチュ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 。はい、プチュ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 。あ、消えた。うわ、パパ。もう明らかにエイリアンだ。おい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 、ちょっと待て、ちょっと待て。死ぬわ、私。
さっきの強盗では感じなかった死ぬっていう直感。いいな。来たれ雷よ、巻き起これ竜巻よ、我が求めに応じて現れよ。これ一文じゃん全部。どれでいこうかな。我が求めに応じて現れよ、これでいきましょう。お客様とて許すんだ。魔獣召喚魔法サーモンクラケン、クラケン、サーモンクラケン、キキと店員と召喚じゃ。クラケン、そのままそいつを引きずり込め。まさかのこいつなんか化け物だったか。ズズズズズズズ、水底で悔い改めな。あれ、これは本当だったんだ。ああ、今日も大変だった。どうか明日は平和でありますように。お先に失礼します。店長、こんな小屋立ちって大丈夫ですか。Thank you for playing. こちらこそありがとうございます。あ、そういえばなんかおまけっていうのあったな。これちょっと見てみるか。おまけ、ああなるほどね、全部集めるとみたいなんですか。なるほど、おまけはじゃああれか、全部見た時の達成報酬、なんか最後に見れるよみたいなやつか。なるほどね。はい、というわけで今回こちらの今日も負けるな店員さん、こちらのゲームやってきました。いや、まあ結構コンビニエンスストアもああいうお客様いっぱいいて大変なんだね。宇宙人とか来たりするんだね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。